おはようございます、星野瑠璃です。2018年マイラーズカップとフローラステークスの予想ということで、今週はマイラーズカップとフローラステークスの予想を、まあ、1本の動画で予想したいと思います。まあ、2レースとも G1 に直結するレースなだけに楽しみになっています。まずはマイラーズカップの予想から。今年も豪華なメンバーが集まって難解な一戦となりました。素直にエアスピネルでいいかどうかというのがポイントになりそうです。まずはいつも通りデータから紹介していきたいと思います。まずデータその1、 G1 実績馬ということで、過去10年で毎年 G1 で実績のある馬が馬券に絡んでいます。特にマイルチャンピオンシップや安田記念などのマイル G1 で3着以内に入った経験のある馬が狙い目になっています。今年の出走馬で G1 実績がある馬はエアスピネルとサングレーザーの2頭。この2頭は、まあ、人気確実なんですが、まあ、無理に切る理由はないということになりそうです。データその2、京都重賞勝ち馬ということで、京都はコーナーに坂があるので経験がある馬の方が有利になります。マイラーズカップが京都開催になった2012年以降で、2015年以外は京都で重賞勝ち経験がある馬が馬券に絡んでいます。特に京都金牌と相性が良くなっています。今年の出走馬で該当馬はエアスピネル、サングレーザー、ロジクライ、ブラックムーン、テイエムイナズマ、ガンチャーレの6頭です。でこっからはまとめに入りたいと思います。とエアスピネルは去年 G3 しか勝っていないので斤量は56キロ、サングレーザーは G2 を勝ったので斤量が57キロになります。他の馬との力差を考えてもエアスピネルは体調不良でも起きない限り馬券外は考えづらいと思います。なので私の本命は4番のエアスピネルにしたいと思います。これまでマイルは9戦して馬券外は外したのは安田記念だけになっています。あと8戦は全て3着以内なので、まあ、軸にするには最適です。ただ去年の東京新聞杯でも格下に負けていることも考えると、まあ、取りこぼす可能性も高そうです。で以下は8枠の2頭に期待します。でまずは13番のカデナ。ここ2走の福永ジョッキーのコメントから直線では一瞬伸びそうな感じはあるけど止まってしまうという感じみたいです。もしかしたら直線の坂が影響しているのかもしれません。さらに今回はマイルの割には先行馬が少なくペースが落ち着く可能性があります。弥生賞をスローペースで後ろから差し切ったということを考えるとスローペースの方がカデナにとっては合うかもしれません。直線が平坦な京都代わりと落ち着きそうなペースで、まあ、変わり身を期待します。で次に14番のガンチャーレ。3年前の新山記念の勝ち馬です。
金層は、まあ、重賞は走ってないんですが、オープンクラスで安定感があります。メンバーが強くなってどうかなんですが、有力馬が休み明けが多いだけに、まあ、付け入る隙はありそうです。で、飼い犬は、まあ、ここはあえて三連複で穴目を狙ってみようかなと思います。軸はエアスピネルで、相手に8枠の2頭にしたいと思いますので、3連複のフォーメーションで1列目に4番、2列目に13番、14番、3列目が5番、7番、8番、9番、10番、13番、14番で計11点の3連複にしたいと思います。また当日の稽古、パドックの状態、馬体重の増減などを見て、まあ、勝負の買い目をブログの方に上げます。で、続いてフローラステークスの予想をそのままいきたいと思います。と、今年は16頭と、まあ、フルゲートにはなりませんでしたが、まあ、強力な桜花賞組に対抗できる馬が現れるかどうかというのが注目な一戦です。で、まずはこちらもいつも通りデータから紹介していきたいと思います。データその1、前走1着馬ということで、フローラステークスは毎年前走1着馬が馬券に絡んでいます。8年連続で連帯馬を出していて、さらに過去10年の勝ち馬のうち6頭は前走1着馬ですので、まあ、軸は前走1着馬から選ぶのがベストかなと思います。で、色がついてあるところが関東馬です。あ、間違えた。色がついてある馬が関西馬です。で、過去10年で馬券に絡んだ前走1着馬12頭中8頭が関西馬でした。で、今年の前走1着馬はサトノワルキューレ、デュッセルドルフ、ラブラブラブ、カーサデルシエロ、レッドベルローズ、ディアジラソル、パイオニアバイオの7頭で、この7頭の中で関西馬はサトノワルキューレとカーサデルシエロの2頭だけになっています。で、データその2、 2000m での勝利経験ということで、この時期まで牝馬は 2000m 以上のレースを走ることがかなり少ないです。なので 2000m 以上の距離を経験している馬が有利になってきます。特に 2000m で勝ったことのある馬に注目です。過去10年で10頭馬券に絡んでいます。今年の 2000m の勝利経験のある馬はオスカールビー、薄紅の君、レッドベルローズ、ビロニカグレース、パイオニアバイオの5頭です。今年は例年より 2000m 勝利経験のある馬の出走が多いので、まあ、どれかが、まあ、馬券に絡む可能性はまあかなり高いと見ています。で、こっからはまとめに入りたいと思います。と、一番人気はデムーロジョッキーのサトノワルキューレになりそうです。しかし新馬戦は 1800m で勝っているとはいえ、かなりメンバーは楽で、ここ2戦も強力なメンバーではありませんでした。ただ3走とも牡馬混合戦だっただけに、牝馬限定戦ではまあないだけいいかなと思います。しかしながら、まあ距離短縮もあるので、あっさりと負けちゃう可能性も高そうです。ということで、私の本命は12番のレッドベルローズにしたいと思います。前走が1着馬で、
2000m 勝利経験のある馬となっています。デビューから後方からの競馬ばかり展開に後方からの展開ばかりで後方からの競馬ばかりで展開に左右されていましたが、まあ、前走は先行して勝ち切りました。競馬ぶりに幅が出たのはいいことですし、今回は先行馬も少ないので、まあ、前走みたいに競馬ができれば勝てるかなと思います。で、2番手に挙げたいのが16番のノームコア。と戸崎ジョッキーは3月まで絶不調でしたが、やっと4月に復活してくれました。毎年暖かくなる3月に爆発的に勝つ戸崎ジョッキーでしたが、今年は1月に活躍した分1ヶ月遅れの4月の爆発になりそうです。調子のいい時の戸崎ジョッキーは手がつけられないほど勝つので、4月の戸崎ジョッキーには注目です。ノームコアは前走休み明けのプラス14キロで3着叩き2走目でさらに変わり身がありそうです。外枠が不利な東京 2000m ですが、先行馬が少ないのですんなり先手を取れそうです。で、買い目は馬単のマルチで12番から相手に1番、3番、4番、7番、10番、16番という計12点で、3連複はレッドベルローズとノームコアの2等軸にしたいので、3連複の2等軸流しで12番と16番から相手に1番、2番、3番、4番、7番、10番、11番、14番、15番、16番という3連複の2等軸流しが10点なので、それを購入しようかなと思っています。また当日の結果、パドックの状態、馬体重の増減などを見て勝負の買い目をブログの方に上げたいと思いますので、そちらの方も参考にしてみてください。じゃあ2018年マイラーズカップとフローラステークスの予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。